はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。レシピシリピアのお時間です。今回はレノボですね。ヨガファイヤーでございます。長寿は電源が入らないとのことです。で、早速 AC さしてみましょう。4.96V、0.2A。見えるかな？4.96、0.2、0.2 ぐらいか。20V に行かないといけないはずなので、どうかな。ちょっと一回裏を見てみましょう。バッテリーも外されているね。そしたらちょっとショートチェックだけ簡単にしてみよう。隣同士が 3.3 とこかな。どこが低いな。これバッテリーだよな。バラすか一回やっぱり。はい、バラしました。じゃあ目視ちょっとしてみましょう。これがファーストモスフェットなわけないからな。ちょっと念のため電圧見てみようか。低いな。なんかここら辺のような気がする。ここが3ってことはないから、こっち 20V だと思うんだよな、おそらくだけど。ああ違うか。170なんとかって微妙だな。どういうこっちゃ。4.9 とかっていうのもちょっとなんか変だよね。しっかり5にもならないから。発熱とか出るかな。 0.2 だからな。一応ダメ元でやってみよう。お、なんだこれが。発熱しているけど、この IC はなんだ。TPS65988。 TPS だから電源系じゃないかな。これがもしショートとかしてるんだったら、ここら辺のコンデンサがショートしてるはず。あった、これ、ここショートしてるね。もしかしたらこれかもしれない。これがショートして、TPS65988 をちょっとチェックしてみましょう。ググってみよう。これの回路図探してみたんですけど、このピンサインがあるやつがないですね。だからここが何番のとかっていうのがわからない。
おそらくこれつながってるところを見ればいいと思うので、こっちに行ってここら辺に向いて123、これとこっちとつながってるね。で、じゃあウィンボードの8番をここがグランドに落ちてるっていうのが、多分ね、これがグランド落ちてるのは正しくないと思うんですよ。フラッシュメモリーっていうか、この SPI ROM っていうんだっけ、4番がグランドだと思うんですよね。8番は違うと思うんだよ。ちょっとこれを今度見てみよう。はい、ありました。やっぱりほら、8番はグランドじゃない、 VCC。 やっぱボム4番がグランドだから、これはおかしいよ。これがダメっぽいな。で、これを外してみるかの。まあ、外しても、まあ、外してショートが収まればいいのか。そうだよな、こっちが発熱してたから、こっちがショートして、ここが発熱、簡単に外せる。これから外して、これがショートして、これのせいでここが発熱っていうことも考えられなくはないので、まずこっちを外して、ショートが収まるかどうかやって、そうだな、低電圧かけたら実はこっちが発熱すると思うので、次こっち外してみようか。で、アダプター挿した時に3ボルトとか、ああいうのがここら辺がどう変わるかっていうのと、あと 4.9 なんとかっていうのも変更されるかどうかですね。じゃあちょっとやってみましょうか。このコネクターが怖いね、溶けないようにしないとね。ショート収まらないですね、これっぽいな。やっぱりうん、外したら収まった。これグランドどこだろう。グランドでっかいとこだね。そしたら反対側になるから、こっちからこっち、1,2,3,4,5,6 番目、1,2,3,4,5,6、ショートしてますね。うん、これっぽいですね、原因は。ただなんかこれが原因で、なんかなんていうんですかね、例えばこっちがショートして何らかの影響で、隣にあるバイオス、ファームウェアチップかな、わかんないけど、なんかここら辺までがぶっ壊れてたりしたら嫌だな。ショート状態じゃない壊れ方っていうのかな。もちろんこっちは復活してるから大丈夫だな。ここら辺なんか抵抗値が微妙だったところはどうなるんだろう。あ、でも元々っぽいね、これね。じゃあこれを交換してつけてみないとわからないですね、どうなるか。部品はアリエクスプレスとかで買えたんだよな。お客様と相談してどうするか決めて、注文だったら注文ですね。はい、じゃあしばらくお待ちください。はい、お客様がですね、 CPU が違うやつのドナーを持ってるんで、それからちょっと移植して動くかどうかチェックしてくれってことだったんで、まあ、それをちょっとやってみたいんですけど、これから外してここに、まあ、外すだけなんでこっちが壊れるってことはないと思うんですけど、これをここにつけてまたこれが壊れるってことはないよな。ショートしてるわけではない、今はショートは収まってるから、そうだね、つけて他のとこがっていうことはないな、大丈夫だな。うん、大丈夫だね。じゃあちょっとこれを外してみようか。
Beautiful。 しゃ、したらクリーニングしてテストだ。 OK、 クリーニング終わりました。では一応テスト、一応念のためショートチェックをしておきましょう。もう一回、これのライトとかがつけば OK だけど、お、20V になってます。あ、でも CPU 熱くなってるな。よっしゃ、なったっぽいぞ。で、次に仮組みしてチェックして直ったの確認できたら、今度こっちを注文だろうな、おそらく流れ的には。 OK、 じゃあちょっと仮組みします。はい、一通り仮組み OK です。仮組みっていうか、まあもうこれで動いたら、これはそのままもうバラしたくないんだけど、入れにくいんですよね、これマザーボードで。ランプがつくはずだけど、あ、ランプついた。2アンペア充電してるっぽいね。電源ボタン、あ、入った。今 SSD は僕の個人のテスト用の SSD です。問題なさそうですね。この光沢パネルやめてほしいんだよな、個人的には。私のあの美しい顔が反射してしまうんですよね。 OK、 あれ、音がバツになってる。なんで刺さってんだけど、ドライバーの問題かな。とりあえず起動はしたので、ちょっとインターネットつなげてみて、ドライバー当てて、ほいで CPU 負荷テストとかちょっとやってみたいと思います。バッテリーは、あ、大丈夫だね。
うん、OKOK、OK、OK、じゃあちょっとテストしてみます。ここら辺はスキップします。はい、CPU 負荷テストもクリアして、で、ドライバーもなんやかんや全部当てて、音もバッテリーも Wi-Fi も全部 OK です。うん、OK ですね。じゃあ今回はちょっと比較的ラッキーなパターンでしたね。単純に IC だけの故障だったんで、こっちをまあ交換するかどうかはまあのお客さんと相談でやりますので、ここら辺は取らなくてもいいと思うんで、はい、じゃあ、今回はもう大勝利ということです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。